名作になると思ったんでしょ。まあそうだな、最高に笑える。生かすって言ってた。ねえ、そんなこと言ってたか。分かってるのはサイバードライバーは100万ドルのサイバーサンジに。なるってことだ。そんなこと言って僕を怒らせようとしてるでしょ。いや、そんなつもりじゃないんだ。怒るなよ。なぜガリレイは自社の名誉を傷つけさせた。サイバーが抜けてるぞ。ずっとやってればそれ全然面白くない。マジな話、予告編にあんなシーンを使うくらいで残りの出来もひどいもんだろ。狙いがデッドセックってのもおかしい。シカゴのは大事件だったから。確かに。まあ心配するな、俺たちで情報のハイウェイを突っ走ってやろうぜ。サイバージャスティスを求めてな。ほら女子、楽しもうぜ。それからサイバーはもう使わない。この件が済んだらサイバーワールドは一変するだろうね。着いたぞ。フックモーションピクチャースタジオだ。それで、あの車が来るのを期待してるんだけど、まだじゃな。運転席で自撮りするんだ。そうね、それでクビになったらいい。あの車がちゃんと。侵入したぞ。
Identifying target. どれどれ？ナイス。見てと言わんばかりのメールね。